原田哲也、原田哲也、原田哲也、1970年6月14日タイは、千葉県千葉市出身の元オートバイロードレースライダー。1993年ロードレース世界選手権、GP250 チャンピオン、WGP 通算17勝、日本人最多タイ。WGP 通算表彰台55回、日本人最多。ニックネームは、 冷静沈着なレース運びから、クールデビル。ゼッケンは31番を好んで使用していた。1981年ポケバイレースデビュー。16歳で二輪免許所得後、すぐにロードレースにデビューし、1987年、筑波選手権 125cc チャンピオン獲得。1988年、全日本ロードレース選手権閉鎖のジュニア125で、 全戦全勝した後、ヤマハファクトリーと契約。1989年、全日本ロードレース選手権 250cc クラスに参戦。1990年、シーズン開始時は TZ250 で参戦していたが、シーズン半ばよりワークスマシンのユーザー250を得る。さらにその後、シーズン途中にもかかわらず、ヤマハの方針により、 ユーザー250から91年式 TZ250 の先行開発モデルにマシンを変更。岡田忠幸を筆頭とする本来の SR250 z を相手にファクトリー製の来年型マシンとはいえ市販レーサーで戦い抜くという過酷なシーズンになる。1991年は前年に原田自身が手掛けた91年式 TZ の改良版である。 TZM250M は、モディファイの意味をヤマハから対応される。フレームは TZ のままだが、エンジン特性や細部に関しては、原田の要求仕様になっている。1992年、全日本ロードレース選手権、GP250 クラスチャンピオン獲得。この時の岡田とのタイトル争いは過熱で、第6戦の鈴鹿では全日本、ロードレース選手権史上初の到着。 両者優勝を記録した。1993年より、ヤマハワークスライダーとして、世界選手権参戦。マシンは原田が1992年に手掛けた93年式、TZ250 の改良版、TZ250M である。開幕戦オーストラリア GP、イースタンクリークで、原田は、ラッキーストライクズキの RGV ガンマをカルジョン。 コシンスキーとマッチレースを展開。最終ラップのストレートでスリップストリームを使い、わずかに原田がコシンスキーに先行し、初参戦で初優勝という快挙を成し遂げた。第4戦スペイン GP で起きた事故で、親友、若い信ブユをなくす悲劇を乗り越え、最終戦でロリス・カピロッシをポイントで逆転し、1977年に 350cc クラスで、 片山隆渋が体感して、以来、16年ぶりの日本人の世界チャンピオンになった。スペインのマドリッド郊外、ハラマサーキットで迎えた、最終戦、フィム GP は、急遽大体開催として、カレンダーに組み込まれたにもかかわらず、近年のシーズンにしては珍しく、客席が空席なく、埋まるほどの大観集の前で開催された。原田がタイトルを獲得するには、 たとえこのレースで優勝しても、チームピリリのカピロッシ氏が4位以下にならなければ、タイトル獲得は、生内という非常に厳しい状況であった。カピロッシ氏のマシンは、本題の SR250、対する原田のヤマハ TZ250M は、ストレートスピードで NSR に遅れをとっており、周囲はカピロッシュ断然優位と見ていた。序盤、レースは、 チェスターフィールドアプリリアのジャン・フィリップ・ルジアが優位にレースを進め単独トップに踊り出る。この年のルジアは非常に安定しており、ここまでリタイアはマシントラブルによるものだけであった。しかしルジアはフロントからスリップダウン、転倒によりリタイアとなってしまう。変わってトップに踊り出たのは同じくアプリリアのロリス・レジアに2位にロスマンズ・カネモとホンダのマックス・ビアジー。 カピロッシと原田は3位のポジションを争っていた。原田の後ろを走っていれば、タイトル決定のカピロッシではあったが、カピロッシはそれを良しとせず、表彰台に上ってのタイトル獲得を目指していた。それでも、原田は粘るカピロッシをかわし、3位に踊り出る。原田にパスされたことで焦りを感じたカピロッシは、コースを大きくオーバーラン。転倒こそ免れたものの原田から大きく。 話されてしまう。だが、原田がタイトルを獲得するには、優勝が必須であり、これだけでは、カピロシシの優位は動かない。原田は前を行くビアジと、レジアーニのトップ争いに加わり、まず、ビアジをパス。さらにトップを行く、レジアーニを捉え、トップに踊り出る。レジアーニも、そう簡単に先行を許さず、一度は1コーナーで、原田をパスするが、原田は2コーナーで再び、 レジアーニをパスして、そのまま後続を引き離しにかかる。レジアーニは原田を深追いすることはせず、ニーキープに回る。最終ラップ、原田がコントロールラインをトップで通過。以下レジアーニ、ビアッジという順位で通過し、カピロッシはアルベルト・プーチにも抜かれ、5番手に交代する。原田はそのままリードを守り切って、シーズン通算4勝目を飾り、一度は遠ざかった。 世界チャンピオンをその手に引き寄せた。この模様は、地上波では、テレビ大阪、トボの千年屋としゆきが、BS 放送では、ワウワウの唐沢秋広、解説、八代俊二が、現地から実況を担当し、日本のお茶の間に、レースの模様を伝え、ワウワウの放送センター内では、現地からの生中継で一部のファンに公開された。このトボのブースとワウワウのブースが、 隣同士だったため、ワウワウの音声に千年屋の音声が飛び込む、ハプニングも発生した。チェッカーを受けた後も、原田はチャンピオンを獲得したことを知らず、大喜びするスタッフを見て、なんでそんなに喜んでいるのかなと思い、ピットに帰って、ようやくチャンピオンになったことを知らされた。レース後の記者会見でも、タイトルのことは頭になく、とにかくレースに勝つことだけに集中していました。 ピットに帰ってきて、みんなが大騒ぎしていて、タイトルが取れたと聞いて驚いてますと語った。イタリアのプレスからは2位のレジアーニにも質問が向けられた。君が原田を抑えれば、カピロッシがタイトルを取れたではないかとの質問に対し、レジアーニは、今日の原田はとても早かった。だから、今日の原田は誰にも抜けなかったんだ。と語った。表彰台で、 原田はドラマチックなレースに酔いしれた大観衆の完成に迎えられた。大観衆は東洋から来た小さな若者をスタンドが震えんばかりのオーレの大合唱で迎えた。1994年はゼッケン1をつけてヤマハモーターフランスからエントリーするが一生もできずにランキング7位に甘んじる。翌1995年からは ウェイン・レーニー率いるマールボロヤマハチーレーニーの 250cc クラスのエースとなる。この時期は宿命のライバル、アプリリアのビアジと壮絶なバトルを繰り広げた。ビアチのカルアプリリア RSV250 は圧倒的なトップスピードを誇り、原田のヤマハ TZM はハンドリングには勝るものの、直線で引き離されるという苦しい戦いが続いた。結局前線しながらも、 1994年から3年連続でチャンピオンをビアジに譲ってしまう。この年、原田はビアジに負けているんじゃない。アプリリアに勝てないだけだ。とコメントしている。原田の繊細で緻密なライディングテクニックは誰もが認めるところで、ヤマハの供給するマシンの性能がアプリリアよりも劣るのは誰の目にも明らかであり、さらに、 チャンピオンライダーとしてのタイグ面のミスマッチも指摘されていたため、レース界でもこの発言をただのネタミと捉える見方は少なかった。1996年、ヤマハは原田と共に世界タイトルを奪還するために新型ユーザー250の開発を決断する。ユーザー250は原田和人にだけ用意された原田スペシャルとも呼べるマシンであった。原田はこの年、 第2戦で早くもユーザー250を勝利に導く、ものの、その後は、熟成不足がたたって思う様な成績を残せず、シーズン途中でヤマハとの契約解除を発表。日本国内から始まって、約8年間に及んだヤマハファクトリーと原田の、契約は双方合意のもとに解消されるに至った。この時、急曲席となった、ユーザー250のシートを託されたのが、 プライベーターとして GP250 に参戦していた新人のセテジベルナウである。その後、原田はアプリリアのファクトリーチームと契約を結ぶ。アプリリアは原田が世界 GP にデビューした直後から彼の才能を高く評価し、原田が新人で世界チャンピオンを獲得するという偉業を達成すると、さらに獲得を強く望んだ。そして、 原田とヤマハファクトリーとの契約が解消されると、直ちに原田獲得に動いた。原田もライバルのビアジが乗るマシンに憧れと興味があった。アプリリアは念願の原田獲得が実現すると、3年連続世界チャンピオンを獲得したビアジを放出するという驚くべき行動に出て、ゼッケン1よりも原田というライダーを選択したことを内外に縮めた。この時代、 日本人スポーツ選手が海外チームと契約する場合は金や日本市場、進出といった実力以外の要素が絡むケースが非常に多かったが、原田とアプリリアの契約はそうした要件が一絡まず、純粋に選手の実力のみを評価して結ばれた点が特筆される。この契約により、原田は日本人ライダーとして海外のファクトリーチームと契約する初のライダーとなった。 当時ヤマハユーザー250はリードバルブエンジンを搭載していたのに対し、アプリリア RSV250 はロータリーディスクバルブエンジンを搭載していた。原田はこの秋に初めてアプリリアのマシンをテスト走行した際、乗る前はストレートでもっとドッカーン。としたエンジンパワーがあるかのと想像していたが、予想したほどではなかった。それだけビアッジがうまく乗っていたのだろうとコメントしている。 一方、アプリリアを離れたビアジは、1997年の開幕間近になってもシートを獲得できずにいた。これに対して、ホンダが動き、プライベートチームに NSR250 を対応し、ようやくビアジの GP250 参戦が決定した。念願であったアプリリアのマシンを獲得した原田は、勝てないのはマシンの差だという過去の自らの発言が正しいことを、 レースで証明しなければならかった。一方のビアジも、マシンの力ではなく自分の実力で3年連続タイトルを獲得したことを証明しなければならなかった。1997年、原川前半戦に不運に見舞われたが、フランス GP やオランダ GP でトップスピードをどうなく発揮して2連勝。ドイツ GP では最終ラップで4人の混戦の中、 最終コーナー手前で抜き去り3勝目をマークするが、結局ビアジの4年連続タイトル獲得を許し、ランキング3位となった。1998年、原田は、チームメイトのカピロッシーや若きバレンティーノ・ロッシオも、本動する演熟したレース運びで序盤のアドバンテージを築き上げるが、転倒による骨折が、あだとなり、 最終戦のアルゼンチン GP を残してカピロッシにポイントリーダーを明け渡す。それでもここで原田がカピロッシに先行して2位内に入れば逆転でシリーズチャンピオンとなることができた。決勝では白熱したデッドヒートが展開され最終ラップで原田はロッシに次ぐ2位を確保5年振りのタイトル獲得かと思われた。ところが最終コーナーで原田は カピロッシの無理な突っ込みによる接触を受け、コースから弾き出されて転倒、リタイア。カピロッシがチャンピオン獲得となった。レース後、カピロッシは一時失格となるが、後日スポーツ仲裁裁判所で、失格処分が取り消されて2位が確定、チャンピオンも確定した。一方、リタイアした原田はポイントで、ロッシに抜かれ、ランキング3位でシーズンを終えることとなった。 直後のインタビューで、原田は、ビアジは大嫌いだが、レースの中では、クリーンだったあんなことをしてまでチャンピオンが欲しいなら、そんなものやつ、カピロッシにくれてやる。とコメントしている。しかし後年、原田は、日本テレビの2006年日本 GP 特番でのインタビューで当時、カピロッシについて10回し、彼も、かわいそうだった。93年に、僕に分けて、 また同じように負けることは彼自身、そしてイタリアのマスコミが許さない状況だった。あそこまでしてもチャンピオンを取りたいと思う気持ちは大事なこと。日本人ライダーたちに欠けていることなのかもしれないと理解を示している。これらの歴戦がさらにアプリリアからの評価を上げ、1999年にはアプリリアの 500cc クラス参戦に伴うエースライダーに抜擢される。 原田は最高峰カテゴリーについて自分は体が小さいので 500cc のような体力が必要なクラスには向かないだろうと語っていたが 250cc の開発でできることはほとんどやり尽くした都市現実的な参戦を見据えるようになり推定4億円という日本人レーサーとしての破格のオファーもあり参戦を決めた。与えられたマシンは もとも 400cc から発展した、タチーム主力の4気筒と比べても非力な v ツインエンジンであり、大排気量クラスで実績の乏しいダンロップタイヤの装着など、開発にはかなりの冒険が伴った。にもかかわらず、1999年のイタリア GP では、ポールポジションを獲得、決勝で3位を2度獲得するなど、マシン特性の壺にはまった時の速さは目を見張るもの。 あった。しかしモート GP クラス創設が正式に決まって以降参戦する各社は4ストロークエンジンの開発が市場課題となりもともと予算に限りがあったアプリリアは最高峰クラスからの一時撤退を儀なくされる。この時期おおむねスタッフと良好な関係を築いていた原田にとって期待外れの2年間となった2001年再び GP250 クラスに戻り 新鋭の加藤大二郎と熱戦を展開して、ランキング2位を獲得、アプリリアのエース健在を証明した。2002年、ホンダのサテライトチームであった、プラマックレーシングに移籍、モートジッピー、QGP500 クラスで、ホンダ n SR500 に乗ることになった。前年に、ロッシがチャンピオンを獲得したマシンと同系であり、活躍に期待が集まったが、 4ストローク 990cc の信頼性、優位性が高まるにつれ、2ストローク 500cc に乗る原田は苦戦を強いられ、不本意な成績に終わる。この年の末、ブリヂストンタイヤの開発を条件に、RC211V による参戦継続の可能性もあったが、自身の将来や様々な条件面を考慮した結果、ロードレースからの引退の決断を下す。この 原田の代わりに抜擢されて参戦したのが玉田誠である。引退記者会見にはこれまで所属したヤマハアプリリやホンダの3メーカーの関係者をはじめ長年のライバルであるビアジも訪れ原田の引退を惜しんだ。この時ビアジは哲也は真のライバルだった。今の自分があるのは彼のおかげだと原田を称えた。モナコに今日を構える。 時折、モートジッピーのテレビ解説をしたり、遊びで、カートレースに参戦する程度で、悠々自適の生活を送っている。同じく、モナコに住居がある、佐藤拓馬とは、家族ぐるみでの付き合いをする仲だという。2005年には、マセラティのワンメイクレース、マセラティトロフィーの第2戦バルセロナ以降に、フル参戦し、これを機に、本格的に四輪レースに転向するのではないかとも、 思われたが、その後は、本格参戦の動きはない。2007年10月、安倍のリフミの葬儀に出席した際は、天国で、大ちゃん、加藤大二郎とレースをしてほしいと語った。1988年から1992年までのポイントシステム。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。